日産 R90CP は1990年全日本スポーツプロトタイプカー第久選手権を及びルマン24時間レース用に日産自動車が製作したグループシーカー。1987年から日産のグループシーカー活動は林義政がスポーツエンジン開発責任者兼任の形で指揮を取ることになった。 林によりシ,ャシーの開発を任された水野和人氏は、ローラと共同であ R89C を開発した。しかし、ローラの古拙なマシン開発手法に失望し、グループ C マシンの自制を決意。これを1990年からの監督就任の条件として、本社上総部の許可を取り付け、開発されたのが R90CP である。ただし、1990年シーズンは、 日産グループ全体として、ローラ製車シシーを使用して、グループシーカー活動を行うことが、すでに決定していたので、車シシーのミ R89C のものを使用した。空力開発は、日産パフォーマンステクノロジーからニスモに移籍した、鈴鹿義シが言った。エンジンは、前年の VRH35 の進化版、3.5リットル V 型、8気筒ツインターボの VRH35Z を。 搭載。予選用の高架球設定では1200馬力に達したという。タイヤは引き続き、ダンロップで当初からフロント17インチ、リア19インチタイヤを使用した。このシーズンは英国で製作されたマシンを R90CK、日本で製作されたマシンを R90CP と名付けた。R90CP の P は製作された追い浜の P である。 日産 VRH35Z エンジン1990年シーズン。日産は JSPC と WSPC、鈴鹿に23号車、24号車の2台を、ルマンには23号車1台をエントリーさせた。R90CP は1990年の JSPC 開幕戦、富士 500km でデビューした。空力性能の比較のため23号車は R89。 C のカールを装備していた。レースはこちらもこのレースがデビューのトヨタ 90C、V がポール・トゥ・ウィンを決め、予選2位の24号車が2位に入り予選4位スタートの23号車は、レース序盤のスピンが響き4位に終わった。次のレースは、WSPC 開幕戦鈴鹿で、23号車に登場予定の鈴木敏夫がテストで負傷したため、 アンドリュー・ギルバート・スコットが星野とペアを組んだ。このレースからブレーキディスクがカーボン化された。空力性能の比較のため24号車は R89C のカールを装備して登場した。レースは予選後イスターとの23号車が7位走行中の46周目に後続のマシンに追突された時にサスペンションを痛め、これが原因で74周目にスピンしリタイア。 24号車は予選9位から着実に走り終盤ジャガー、トヨタの交代もあり2台のザウバーに次ぐ3位、表彰台を獲得した。JSPC 第2戦、富士 1000km から2台とも R90CPO カウルを用いるようになった。このレースはルマン24時間の前哨戦とされていたがレースは雨で中止になった。そのルマン24時間レースでは、 ジャガーと共にこの年の優勝候補と目されていた、日産はプライベーターも含め大量7台をエントリーさせた。R90CP も T カーを含む2台がルマに登場した。予選ではハセミが3、33.17を記録して3位の高位置につけた。決勝でも小さなマシントラブルに見舞われながらも当時日本車、日本人ドライバー最高の5位に入賞した。 ルマンからの外線レースとなった JSPC 第3戦富士500マイルでは24号車がポールポジションを獲得23号車は予選4位につけた決勝ではトップを走っていた23号車が1回目のピットストップでエンジンの再始動に失敗し最下位まで交代24号車も32周目にタイヤがバーストしてタイムロスレースは変わって トップに立ったトヨタ36号車を24号車が追う展開となる。36号車と24号車の同一周回でのトップ争いは延々100周以上も続きこのまま36号車が勝ち、トヨタの連勝が濃厚かと思われた158周目。36号車は突然のエンジントラブルでストップ。24号車が179周を走りきり優勝を決めた。 23号車も再開から挽回し3位を獲得した。JSPC 第4戦、鈴鹿 1000km は R90CP の実力が12分に発揮されたレースとなった。このレースから23号車のミタイヤをダンロップからブリジストンに変更した。その23号車は予選3位からスタートしトップに立った2回目のピットストップ後ペースを上げ独走体制に入った。 ライバルチームはこれを無謀な飛び出しと見ていたが、23号車はそのまま走り切って優勝してしまった。予選4位スタートの24号車は途中電気系トラブルにより、マシンがコース上に止まってしまうトラブルがあり7位に終わった。トラストの国政ヒサオテクニカルアドバイザーは、日産より速いペースで行くマシンがあっても、そのマシンはゴールできませんよ。 日産はそれほどの燃費とスピードを達成しているんです、と語り、R90CP が最速マシンの座についたとの見方を示した。JSPC 第5戦、菅尾 500km では予選2スタートの24号車が優勝。予選4位スタートの23号車は、第3戦と同じくピットストップでのエンジン再始動に失敗し4位に終わった。JSPC 最終戦、 富士 1000km は時折雨が降る不安定な天候の中行われた。前線終了時点で、ポイントリーダーの24号車のハセミ、オロフソン組は59ポイント。23号車の星野、鈴木組が52ポイントで追う展開。星野はグループ A、全日本海3000との三冠を狙っての最終戦である。星野、鈴木組の乗る23号車は、 予選2スタートから決勝でも2位に入賞。ポイントを67にまで伸ばした。24号車は107周目にコースアウトし、トップから10周遅れとなりタイトル獲得は絶望的な状況になったと思われたが、その後上位陣が脱落し5位にまで順位を戻すことに成功。こちらもシーズン通算67ポイントとなったが、優勝回数の差で、長谷美雅さが、 ドライバーズタイトルを獲得。国産マシンに乗る初の JSPC 王者となった。第3の千葉康常はシーズン終了後、1990年の JSPC シリーズを振り返って一番驚くのは国産の、それも日産の完成度が非常に早く高まったということ。鈴鹿 1000km で日産の燃費が持ったというのは脅威。車だけでなく総合力で。 日産さんの詰めが非常に良かったと語った。シーズン初頭にデートナ24時間レースへの参戦が予定されていたが、これは湾岸戦争の影響により直前にキャンセルされた。日産は1991年シーズン用に完全自社製の R91CP を登場させたが、JSPC 第一戦、富士 500km には23号車のみ R91CP を使用。 前年度チャンピオンの1号車は R91CP のパーツを組み込んだ R90CP を使用した。タイヤはこの年からブリジストンに統一された。予選3位からレースをスタートした1号車は23号車とトップを争い69周目にはトップに立つが2回目のピットストップにオロフソンガに規定周回数より1周少ない周回数で入ってしまい。 もう一周走り直すことになり大幅にタイムロス。レース終盤には燃料系統にトラブルが出て9位に終わった。JSPC 第2戦から1号車も R91CP を使用することになったが、第3戦でマシーンを大破させてしまい、第4戦、鈴鹿 1000km で1号車は、再び R91CP のパーツを組み込んだ、R90CP を走らせることになった。 予選5位からスタートし、トップから4周遅れながら3位に入った。原因は、燃料系のベーパーロックだというハット、レーシングオンナンバー 833A 処方、1990年、P71。燃料系を消火器で冷やして、再始動した、レーシングオンナンバー086部州、処方、1990年、P43。ありがとうございます。